次は亀戸、亀戸。お出口は右側。行かなきゃ行かなきゃ、もう一度あの場所へ、何度も涙こらえて、行かなきゃ行かなきゃ、ダメなんだ諦めるな、最後の一秒まで進むんだ。おはようございます。はい、まあまあ釘が得意ジャンルです。そうですね、34年35年ぐらいですね。ぜひぜひお教えしたいと思います。はい、結構ね、もうメディアはほとんど出てないんで、雑誌が20年ちょい、スカパーの方でね、番組とかやってたんですけどね、今はもうパチンコ生活者に戻った感じですね。基本、フリーメインの番組ですね。本当に初期の頃は、営業中のホールで、釘を実際に叩いて、調整をして、調整したらこう変わりますね、みたいな感じでやってましたね。もともとね、10年ぐらいはパチンコで生活してて、そっからのパチンココレードマガジンライター募集応募して、でライターになった感じ。当時はね、今みたいにライターになるって簡単というか誰でもなれたんで、もうすぐ採用になって、どういうわけかこうメディアにこうパチンコの雑誌がね進出するようになって出るようになったんですよね。そうですね。打つ時間に比例するんでね、パチンコのプラス分っていうのは。ライター業が忙しい頃は、ちょっと低めになってましたね。金額ってどうですか？金額は、僕はね、言わない主義なんですよ。なんでかっていうと、なんとでも言えるじゃないですか。はっきり言って。うちだって7000万とか買ってるとか言うんですからね。それを、ね、馬鹿正直にね、言うのもあれだし、それで比較されたくないって言ってね、どれぐらい儲かってますみたいな。いう人っていうのは基本持ってると思った方がいいですね。で、そう思われるのも嫌だし、だから言いません。まあもちろんね、相当低くなってますよ、昔よりはね。今はもう男一人暮らしていくのやっとぐらいの感じですかね。もうだからこっから結婚して家庭持ってとかそういうのは無理ですね。そうなんですよ。あんまりね、早く行ってもしょうがないんでね、ゆっくりね、選んでね、お客さんこう落ち着いたところでね、選ぶのがいいと思うんでね。まあただ、暇なんでね、月200時間以上は必ず打ってますよ。パチンコの場合はね、早く行ってもしょうがないんでね、ゆっくり行った方がいいっすよ。あとね、まあ立ち回りの話でね、すると思うんですけど、今って大まかに分けて二通りあると思うんですよね。お店選び、いい状況に身を置いて立ち回っていく。もう一つ僕がやってるのは、お店なんかどうでもいいんで、とにかく自分の打てる2台が1台あればいいんで、それを探す。それにはね、そんな混んでる状況のお店に行く必要もないし、迷ったな。今は時給1500円ぐらいですかね。ただ目標なんで、1500円設定してると1500円にならないです。もうちょっと下がりますね。無駄打ちじゃないですけどね。目論み外の台粘ることもあるんで、その分ちょっと下回るのが確かですね。普段はね、決まった2店舗しか行ってないんで、初めてこのお店にこれから通うぞっていう感じの時に、どういう風に立ち回っていくかみたいなのをね、お話ししたいと思います。すぐね。あー、カルトはあんまりね、何にもやんないです。ごめんなさい、つまんなくて。じゃあ行きましょう。
チンコだけですね。チンコはね、大好きなんですよ。ちゃんとできない？面白いから。パチンコは全然楽しいと思ったことないんで、全く機械的に立ち回れるんで。外出ちゃうじゃん。一回外出るんだ。私置いてないよね。じゃあとりあえずね、全種全台を見ます。完璧には覚えられないけれども、うっすらでもね、こう植え込んでおくために全種全台を見るっていうのが大事。深淵パチンコは視野には入りません。なんでかっていうと効率ですね。丸台掴んだとしても儲け効率が4分の1なんで、とてもじゃないけどそれじゃやっていけないんで、もうそこは割り切って、海はやっぱりね基本線になりますね。これからこの道で通うぞっていう時には、例えばこのステージですね、このステージ性能がね、この台によって違うというかね、差がつく機種、ステージ依存度が今の機種の中では高め。というのもワープルートだけじゃなくって、道くぎからステージにポンって乗り上げる、この自力乗り上げですね、この分があるんでステージ依存度がどうしても高くなるんでね。極端な話、よりのいい台、ここですね、この風車上のあたりをチェックして、よりのいい台をもう片っ端から試していくぐらいの感じでいいと思います。オウミシリーズの場合はまあまあならいいかなっていうイメージ。対して、まあ、お給になんとか旋風、このあたりはステージが良くなかったらダメ。まあまあかな、じゃあダメ。そういうイメージでやっていきます。あとは、大海5のゲージですね。5から変わったんでね、気をつけなきゃいけないのが、ここにプラスチックの玉が転がっちゃう部分があるんですよね。この辺でね、トーンってこう、また勢いを取り戻すってことがなかなかないんですね。なのでこの機種の場合はステージ自力乗り上げがやっぱりちょっと少なめだと思います。なので釘の見た目で選ぶ。キミ5以外の海シリーズはステージをチェックして打つと、よりのいい台を片っ端から打ってみて、ステージ性能これは問題ないなっていうのを打ち続けていく。その中で長く打てば今度は出来っていうのも把握していきやすい。まあ、出来っていうのは、例えばへそありますよね。2本の間隔の根元って完璧に同じと思うじゃないですか。実はそんなことなくて、結構違ったりするんですよ。そこが出来の差になると思うんで、この台、見た目よりよく回るなとか、回んないなとかってあると思うんですよ。それってやっぱりその出来のせいだと思うんですね。これだったら盤面のセル盤に模様があるじゃないですか。これを基準に根元のサイズを見てみるとかね。ずれてるっつってもね、両方にずれるんで、一本が同じとこにあって、もう一本が違うとこにあるっていうんだったら分かりやすいけど、なかなかそう都合のいいのもなくて、意識はしておいた方がいいですね。昔はね、その釘の見た目でね、それこそ回転率何回転だって予想してね、そういうのが究極目標だったんですけど、それはね、無理です。さっき言ったその出来のこともあるし、あと、ホールによっての違いもまたちょっとあるんですよね。例えば、このホール、見た目より回んねえなっていうホールってあるんですよ。それ何かっていうのは、釘に問題がある場合はあります。典型的なのは、道釘。全体的に、ガッと、上向き。こういう店は、見た目より回んない。道釘が上がってると、球の勢いがなくなります。コロコロコロっと転がってしまうんで、バウンドが多いんですよね。途中にある隙間でこぼれやすい。あともう一つ、球が奥側を通っちゃう。へそってのは、基本的には、こうなって、ハの字になってます。根元がね、球の直径と一緒なんで、先細りってことは、絶対ないんですよ。絶対ハの字なんですよ。ってことは、手前の方が広いんですよね。玉が奥ばっかり通ってるのは、まずいんですよね。で、もう一つ、これは個人的な想像なんで、あんまり本気にしないでいいと思うんですけど、パチンコ玉って反発力だったりとか、球体が
結構粗雑だったりとか、ちょっとサイズ大きかったりとか、そういうのってあるんじゃないかと思うんですよね。プロ野球だって、ちゃんとしたところでも反発力が高い幅が使われてたとかね、そういうことがあったぐらいなんで、ましてやパチンコ屋さんなんてね、同じ業者からみんな統一で玉を下ろしてるわけじゃないんで、中にはこの粗雑な玉の業者から買ってるお店だってあるかもしれないんでね、玉の反発力がなかったりとか、重量が重かったりとか、そういうのもあるんじゃないかと思うんですよね。だからパッと来て釘見てこのお店いいとか悪いとか、そういうのは判断は無理です。何しろ打ってみた方がいいですね、って感じで、まあ海をまずは見ていくと、これから通うとなったら間違いなく免疫種になるんで、実戦の時はあのお客さんが埋まりそうなとこから見てた方がいいですね。オーミフォースペシャルのブラック、オーミフォースペシャルと一緒でステージまあまあだったらいいかなっていう感じでいいと思う。特徴的には電柱性能、多分現行の中では一番いいんじゃないかな。電柱開いてる時間がこれが確か一番長い。だからずっと止め打ちしちゃうと弾増えちゃうんで、で今弾増えちゃうとちょっとめんどくさいことになるんで、一回減らして止め打ちしていくっていうやり方で、現状維持を目指したやり方を、このシリーズはスルーが甘いんで大概大丈夫です。対して沖海5、あのスルーゲージ厳しいんで、あのよりチェックした方がいいですね。あとね、よく打つのがユニコーンか原産シリーズかないか。ユニコーンね。俺の場合は基本的にステージは良くて当たり前。あんまり悪いのないはずです。でまあ、ある意味、こう、釘の見た目で選んでもいいかなって感じですね。うん、とりあえず、じゃあ、お灸味からやっていきましょうか。あの基本的には、風車上、この腰ね。脇のこぼしが折れるんで、そこをチェックというか、まあ見方についてはね、後でね、解説したいと思います。とりあえず、寄りでチェックして、ステージを見るという感じで、まあ端っこも見ないとかやっていきましょうか。じゃあやりましょう。あのここでのね、目的は試し打ちで1000円で何回もあるとかそういうのではなく、あくまでもステージをチェックするという目的なんで、厳しいなーっていう感じでも1000円で25回回しちゃったとかね、そんな場合でも捨てます。トランクはここを狙って打ってます。それはなんでかっていうと、ここに打ったところでルートが変わるとかそういうのはないんですけど、基本的には打ちながらどこがいいかなっていう感じで試しながら打ちます。で、行き着いたのがここなんですが、雑誌とかではここがいいですよとは言いません。なんでかっていうと理由がないから。明確にね、玉の行くルートが変わるとか、そういうのであれば可能性ありますけど、そうでない場合は、打ち比べでデータ取りしなきゃなんないですよね。このデータ取りもね、半日ずつ強めと弱めで打ち比べましたって言った時に、半日程度の高回数では、なんとも言えないんですよね。そもそもの回転ムラが上下、1、2回転は、起きちゃうんですよ。その中で判断するのはとてもじゃないけどできないんで、考えてはいますけど、あんまりどこ打っても大して変わらないかなっていうふうに思ってます。連鎖途中とかはまた別で、例えばこのちょろ打ち、この一番弱いところ、ここに打ってしまうと、ここね、大外に行く可能性があるんですよね。今こぼれましたね。そうすると、ここでこぼれる可能性が生まれてきます。スルー抜ける数にリスクが生じる可能性があるんで、ここには打たずに、通常時と一緒で、この辺に打ったりですかね。これステージ見てますけど、この台は難しい。上でね、この球がゆらゆら、球がこう往復するんですよね。今乗りましたね。今外れましたけど、真ん中に、行けばへそに入っていくと、そ
それが入る率がいい台。これを探すんですけど、いい台の特徴は、ゆらゆらするに対して、だんだん勢いが弱まっていきますよね。弱まっていった時に、奥に向かう鼓動がある。そういう動きをする台は、いい台になります。もちろんね、それは機種によってもね、いろいろ違ったりするんですけどね。お給味の場合はそういう感じですね。今奥に行きましたよね。最終的にこの勢いが弱くなった時にね、すげえいいやつってのは弱まる前にカックーンってこう入っていっちゃうんですよね。これが最上級なんですけど、ただそれはまあなかなかねないんでね。この海シリーズの場合はステージ依存度が高いので、海だけではなくそこを注視していくと。あの寝かせだと思います。水晶の寝かせって多分あると思うんですよ。やっていくと思うんですけど、完璧じゃないと思うんですよ、多分ね。ちょっとした違いで影響してしまうんじゃないですかね。これだけこの横の台、横の台と先生のが全然違うっていうことはね、どこの店でも違いが生まれてるんでね、意図してやってるっていう感じではないでしょうね。だから順番的にはまずより、それが問題なければステージが問題なければ。あとはへその感じっていうのはね、それは日々チェックしておけばその移り変わりが分かると思うんで、通う店を作ることですね。それが大事だと思います。通ってれば見えてくるものって必ずあるんで、大きい海5、大海4、小旋風、この辺はね、必ず定時制のついてもあるんで、台数多いんで、1日でね全部把握しとくても無理なんで、で通って判断していくと。ただまあ、よりの悪い台は放置しておいてもいいですよってことですね。先生のは、そんなに頻繁には変わりません。そこまで面倒くさいことはしないと思います、ホールも。島によっては、ワンタッチというか、入れる島もあるらしいんですけど、まあ、そこまでお店も買わないと思うんでね。ただ、設置期間が、海シリーズって長いんで、場所は変わることあるんですよね。で、その時は、把握し直しです。去年だったかな、結構出来台見つけたのは、1ヶ月ぐらい受けた時あるんですよね。かなりありがたかったですね。今はね、遠くの2000円より、近くの1500円でいいと思いますよ。例えば、往復で2時間かかります。1時間前に、並ばなきゃダメです。ただ、3時間時給が出ないわけですよね。そうすると2000円の台見つけても、まあ、賞味10時間打ったとして、2000÷13、1500いくらだと思いますよ。対してね、家から10分ぐらいの店で、ね、何の苦労もなく、スッとそれを10時間打てたら、まるまる1500円近いじゃないですか。じゃあ同じことじゃないですか。そんなら労力の分だけ、キャバの1500円の方が全然いいじゃないですか。いや、それはね、僕はわかんないですね。もう去年なんかは、近くの2店舗にしか行ってないんで、他の状況は全くわかんないんで、まあ、にしてもね、そんなに大して変わんないんだと思いますよ。片っぽは割とお客さんいるから、で片っぽはガラッガラです。うん。あります。自分の家の近くにそんないい店ないよって思われるかもしれないですけど、まあ、そうでもないと思いますよ。見るのを諦めない方がいいですね。ダメな店もありますよ。それは何かっていうと、釘が全く動かないんですよ。ただね、経験上、そういう店って、こう多くないですよ。やっぱり釘は動いてます。うん。例えば、北尾とかにね、一島ガッと開けるようなホールに、身を置いてやっていくのか。それとも、ガラッガラの状況でも、全体的には、ひどい店であっても、自分のやれる台が1台あればいいと。僕は後者。まあ、それもこれも、釘を把握してるからできることなんで、やっぱり、釘を知っておけば、手っ取り早いですよ。何事も。簡単です。並ばなくてもいいし。うん、ちょっとね、お話ししながらだったんで、判断遅くなりましたけど、すげえいいなっていう感じではないんで、これやめますね。ここで大事なのは、判断した時点でやめること。めんどくさいから、わざわざ打ち切って移動しようとか、そういうのの分が無駄玉になるんで、判断した時点でこれを流します。この中に入った玉も抜きます。ほんのちょっとギュッとやるだけで玉出てくるんで。で、あとは、この、小手地が回ってないか。
小手地回ってるとね、席立った瞬間にね、てててててーとか言って電柱開いてることあるんで、これないように。やるか、やりましょう、ね、これはね、あの風車上の部分で選びました。で、風車上の部分どう見たらいいかっていうのはね、また後で座学の部分でね、説明していきたいと思います。まあ何しろここではね、あのステージをチェックしていきたいと思います。結構綺麗なんで入るんじゃないですか。他の店だともっとぐっちゃぐちゃですよ、この辺。じゃあ行きましょう。キミファイブはステージのいい台を探すという感じでしたけど、フォーの場合はまあまあかなっていう感じでも大丈夫です。ゴリゴリステージいいっていうのがフォースペシャルではないと思うんですよ。だからマシでいいっていう表現になるんですね。例えば全くステージから入んねえっていう台、大海号の場合は結構あります。その場合はもう捨てます。あとは全中共通ですけど、玉をこう見ててね、へそのあたりで、玉が後ろの方、盤面側の方を多く通ってるなっていうのは避けます。玉は手前側、つまり釘の広い方を通ってほしいんで、奥側通ってると手前方を通るんですね。チェックします。あとは、寄りの部分、一応こう見といて、ここも玉が奥ばっか通ってると、せっかくいい向きに向いてるなっていうのも意味がなくなっちゃうんですね。奥側通るとね。例えばね、この台を、今この状態、立ってる状態を45度ぐらい寝かせる。台をこう、そうした状態で打ってみると面白いんですよ。どうなるかっていうと、その状態で打つとほとんどベージュのまんまの球の行く姿に転がります。調整しても調整しても根元の方しか通らないんで、ベージュの甘い方にばっかり球が行くようになる。だからそれと同じで、球が風車上のあたりで奥側ばっかり通っているとしたら、それは問題なんで、そこは見ておきますね。そんなに頻繁にそういうのはないんでね。ただあるっちゃあるんでね、気にしておいた方がいいと思います。例えば風車上の薬物のなんかね、板に当たって奥側ばっか通っちゃうとか、そういう何らかのあれでそういうことはあるんでね、打ってみないと分かんない部分ってよく多いんで、一番やっちゃいけないのは失策になっちゃうこと、常にね、日々何かしろっていう感じでやってると何らかの発見があるんでね、それを後に生かしている。ステージ性能もそうですし、幅が奥に行っちゃうっていうのもそうですし、そういう勉強ですよね。前代を見ておくってのもそうだし、ちょっとずつね、何かを掴んでいくと言いながら、普段はねここにスマホ乗っけて海外ドラマ見てるんですけどね、ずっとこうなんか幅の動きこう追って、もうパチンコ打ってらんないんでね。スーパーラッキーって言ったら打ち出すぐらいがいいですかね。僕はね、ハンドルごちょごちょやるのは絶対やりません。ホールに嫌われたらおしまいなので、特に僕の場合はね、スタバの2軒でどうしてもやりたいわけなんで、そこに嫌われたらもうおしまいなんで、絶対嫌われるようなことはしない。ホールの場合はね、レーサーコツとかもね、本当はひねったりやれば効果もあるんですけど、嫌われると思うし、さらにそれをやってることによって、浮き連れでその止め打ちまでね、禁止されちゃうと、さすがにもうこれは厳しいんだね。止め打ちだけはできるように、ひねりはやらない方がいいと思います。ただ個人それぞれね、考え方も違うしね、やってることが悪いってわけではないよね。個人の判断ですけど、ひねりはやらない方がいいんじゃないかなっていうのが僕の
意見ですね。で、止め打ちも絶対増えないように、増えたらわかるんでね、ホールコンピューターでね、隠れてやってても今は無駄です。昔はそうやってね、店員さんが後ろ通るときは打ちっぱなしとかね、そういう対処もしてた頃もあったんですけど、今はそれ無駄なんでね、オーミー4だとスルーが甘いので、スルーが途切れないでやれちゃうことってあるんですよ。それはまずいので、例えばこの上座の球を際の部分までにしておいて、打ちっぱなしでずっとやって、ちょっとこれぐらいになったりした時に止め打ちをして、ちょっと戻していくとか、そういうやり方をしていくと多分大丈夫。今のところ、なんならこういう時に携帯をね、阪神タイガースのキャンプ中継とか、こういうこう見に来てる感じで、ほんでちょっとある程度減ってきたなっていう時に止め打ちをすると、増えたら嫌われるんで、何もやってませんよっていう感じ例えばね、昔 AKB だった AKB48 っていう機種があったんですけど、ラッシュ中に V をわざと入らないように引きつつ弾を増やすっていうやり方があったんですよね。一回転につき3個とか増えるんですよ。だけど時間効率を失うんですよ、その場合って。で、それを V を加味すると大体効果って3分の1ちょいぐらいなんですよ。デジパチで言えば一回転あたり 1.7 個分増えるぐらいの程度のものなんですよ。だけど、何品かのホールが AKB だけは止め打ち禁止ですっていう風になったんですよね。でもこれって数値だけしか見てないじゃない。時間効率考えたらこんな大したことないですよ。だから数値でね、目つけられるのは一番まずいんでね。もう今は増やす止め打ちってのはなしですね。例えばまあひねり打ち、効果がどれぐらいとかってね、雑誌で出たりすると思うんですよ。でもね、それって結構からくりがあるというか、ひねりでオーバー入賞を狙いますがあったとすると、雑誌とかで数値に出るのはオーバー入賞がゼロっていう想定で差を出すんです。それはでもありえないですよ。普通に打ったってオーバー入賞するんで、このオウンもそうですけど、やっぱり数値が派手になるからオーバー入賞ゼロとひねり打ち実践時のオーバー入賞の差を数値にするんですね。だから言われてるほどの大きな差じゃないですよ、はっきり言って。もちろんまあ 2,3,000円とかは変わると思います。だけどそれよりももっと大切なことを禁止されないためにっていうことですよね。連鎖呼吸を止め打ちとかね、お気味5とか引っ張らしで打ったら相当減ると思うんですよ。表記でなま1400個ぐらいだと思うんですけど、1300個ぐらいになると思いますよ、打ちっぱなしで消化しちゃったら。これは痛いんでね。これ関係ない。2人はね、すべての人に平等なんでね。そこはでもパチンコのいいところじゃないですか。ちゃんとやればちゃんと勝てると思うんですね。運の良し悪しとか、顔の良し悪しとか、人付き合いの上手さとかね。そういうことで、この変わらない自分の実力だけが反映される。それが、パチンコのいいところじゃないですかね。今真ん中打っちゃってます。やめた方がいいよ。入りやすいのは盤面左か盤面右かどっちかでしかないんで、だからどっちかに球を集める。基本的には左でしたね。ミシリーズってここの隙間とスルーの入り口とこの横の釘の隙間、これが盤面左よりも右の方が広いんで、ずーっと伝統で元ゲージがそうなってるんで、基本的には右の方がゲージが辛いんです。右打ちすることがあるとしたら、左の方をベタクソより悪くされてあって、で右がそのまんまと、そういう場合は可能性ありますけど、こう比べてみて右の方がいいなぐらいでは右打ちしていいことはないはずです。
変だった。やりました。まあでもそれは過程なんでね、特に一喜一憂することは何もないです。ひどい目にもいい目にもずっとあって、鳴らせば普通に勝ってるんで、なんとも思ってもしょうがないですしね。何がどう変わるわけでもないです。回る台をずっと投資していくだけですよね。まあ、淡々と、ね、何も心乱さず。収支はね、そんなめちゃくちゃ荒れるんでね。1年単位で見たってね、大当たり100万円分ぐらい少ないとかね、もちろん逆だってあるわけです。で、全ては過程なんで。いくら勝ったとか、いくら負けたとかって、もちろん記録には残してますけど、それを振り返るってことはあんまりないので、ほんとうろ覚えですけど、最高負けたのは12万ぐらいいったかな。8はね、24万ぐらい勝ったことあるのかな。それもうろ覚えです。でもそこがどうだからどうっていうことは、ないので、むしろ気にするべきは仕事量の方ですよね。これは、毎日計算して、気にしてます。うん、これ、今月仕事量少ねえなとか。そんなのないっすよ。円株とか、変な基盤とか、そういうのって、摘発されたことがあるんで、絶対ないわけではない。だけど、ほんと特殊な店だと思うんで、気にしてもしょうがないというか、いい台打ってんのに、地獄のような日々が続いてます、なんて時も、個人だけのデータで、それを怪しむだけの思考数にはなってないんでね、個人のデータ数だけで判断しようがないんでね、でオカルトはもちろんないです。40の倍数とかそういうのないです。自分でパチンコ台の解析をしたわけではないですから、絶対ないとは言いません。ただないでしょう。逆にいわゆるパチンコで定額している人は 100% ボーダー理論でやってます。まあ、それが証明じゃないですか。自分の持ってる情報とか知識ってほぼ人から聞いたものとか本で読むなんてこととか、作曲しましたって言ったら必ずなんか今まで聞いてきたものの何かが出てきてます。だからオリジナルってほぼないんですよ、人間ってね。先ほど解析自分でしたことないからわかんない。でもパチンコの機械って完全確率に修正しているっていう情報に基づいて動いて立ってる人がほとんどなんで、まあ間違いないだろうねっていう話ですよね。うん、でも自分は次については全部オリジナルなんですよ。自分で打ち込み実験したりとかして得た数値的なものとか、それなりの試行回数をこなして得たものとか、そういうのものでお話ししてるんで、だから自信があるというか、そういうものってほとんどないんでね。だからまあ国についてあんまりね、パチンコ業界であんまり国の話をできないってなってきた時に、もう自分の出る幕はないかなっていう感じで、まあ大まかに言えばメディアにあんまり出なくなっちゃった、そういうわけですよね。自分の一番自信があることは話せない。で、自信のないバラエティ色の強い番組がやっぱりパチンコ番組って多いんでね、そういった場に自分が出るような自信がないから、なんか面白いことを言えないから、やっぱり出たくなくなっちゃっていくんですよね。本来パチンコの国ってのはおおむね垂直であって、調整してはいけないっていうのが原則なんですよね。ただ暗黙の了解で住んでた、それがちょっと厳しくなってきたんですよね。10年ぐらい前かな。あんまりメディアとか、まあ、雑誌紙面でもそうですけど、国について触れてくれるなという状況にだんだんなっていったんですよね。まあほとんどこのメーカーとかに対する忖度なんですけどね。大昔のね、メーカーと喧嘩上等みたいな時代もあったわけですよ。その時代だったらね、怒られようが何しようが、国調整してるんだから、ちゃんとそれは伝えていくよっていうことになるんでしょうけど、メーカーの力が強いんでね、今の時代はね、次の話はやめときましょう。っていう流れですね。
で、パチンコで首の話ができないなんて嘘でしょっていう感じでしたけど、まあ何年かあったらうやむやになって、まあまたできるんだろうなぐらいに思ったんですけど、まあそうならなかったんですね。もう10年も続いちゃえばね、まあおそらくずっとできないでしょうね。だから自分としてはこうライター業を失ったというかねっていう感じですけど、でもね逆に良かったかなと思うんですよね。収録の仕事とかしなくなってすごく楽になりました。パチンコ生活者の方が楽です。もちろんね、世間の何の役にも立ってないとかね、後ろめたさはありますけど、でも、すごい楽です。うん。楽以外、何者でもないじゃないですか。座ってだって、スマホを乗っけて野球とか見てるんですよ。ああ、パチンコが楽しいと思ったことって、ほぼないんですよね。もう最初からこう、お金目当てというか、そうは言っても仕事より楽じゃないですか。寒い中ね、外で働くとか、毎朝何時に行かなきゃいけないとか、そういうのがあるだけでも全然きついじゃないですか。ダメ人間のセリフですけど、いつでも休めるっていう心理状態ってものすごい楽ですよ。だから逆に休まないというか、やっぱほとんどの日にちパチンコ行きますからね。まあでも家庭ですから。この前にステージ見てるとマシかなっていう感じのステージなんでいいと思いますよ。ただその何回ぐらい回るかなっていうのはそんなに早くは判断できないんですよね。通ってる店じゃない場合は想像つかないし、想像つけちゃいけないしっていうのは、現状これぐらいでこれぐらい回ってるとかいう短いスパンで判断してしまうのもダメだし、それは回転ムラが起きてるんでね。下手すりゃ回転ムラって1日でも起きてるんで、1日打ってその回転率だったからといって確定ではないんですよね。でもそうは言ってもどっかで判断しなきゃいけないから、そこで判断しましょうっていうのが回転率ですよね。ただそれはやっぱり感触のある台を打ち続けることで成り立つんで、例えば回転ムラのまんま移動しまくって打っちゃうと回転ムラのまんま判断してるだけなんで、何の勉強にもならないというか、現状下手なのに全然うまくならない打ち方をしてるっていう感じなんですね。だからこれだなっていう感触があったら、まず長いこと打つことです。これが後に繋がっていくんで、例えばこれを今日ね、新人打ちました。で、回転率計算して出しました。って言った時の、これが基準になるんですよね。確定ではないですけれども、ある程度見えてる回転率は出てくるので、例えば今の釘の状態で20です。っていう元があれば、違う日に来た時に、へそが空きました。0.5mm ぐらい空いてます。って言ったら、23ぐらいあるかもね。っていう判断の仕方で立ち回ってるという感じですね。釘って難しいは難しいです。判明していきないことも多いし、もう簡単に間違い探しのようにやっていっても全然大丈夫。今言ったように前見た時との違いで判断していく。そういう違いに察知するために日々見ておく。釘をね。習慣としてもう釘を見ておくのが大事だと思います。昔はね、パチプロは髪の毛一本分の顔を見切ってどうのこうのみたいなね、聞いたことあると思いますけどね、そんなかっこいいもんじゃない。髪の毛一本分違ったってどうでもないです。髪の毛一本分って 0.05mm 0.08mm とかなのかな。対して一番影響力のへそって 0.25mm ぐらいで調整するんですよ。 0.25mm で変わる回転率って力 1.5 回転ぐらいで考えたら 0.05 ミリ違ったら何回転違うのっていう話です。大きな差を見切れば平気です。逆に大きな差じゃないと回転率に差がつかないので、微妙な差を見切ろうなんてそんなこと思わないで全然大丈夫。もう減らしてるからちょっと止め打ちやりましょうか。ストロークはこのちょろ打ちにします。球の到達タイミングが起点になるんで、電柱が開いて運んで、打ち出し3個やります。いきます。開いて運、運、
みたいな感じでね、まあ、微調整はね、球の到達ポイントがちょっとこの台違うなとか、そういう場合は運を早めにしたり遅めにしたりとか、そういう感じで微調整しながら。ミニトーンも置いてみたいなね。そういう感じ。じゃあ、ユニコーンをやっていきましょう。ユニコーンはね、基本的にはステージからの入賞はもうほぼ見込めるもんだと思って、ステージダメだなと思ったら即やめた方がいい。で、クジ的にはゲージはね、それほど甘いわけではないんですよ。特にこの料理の部分、このね、やっぱこぼしがね、結構きついんですよ。ノーマルでも結構こぼれるんで、マイナスなんかありえないですけど、できればいい方向の方がいいですね。打ち慣れてないうちはある程度長い期間打って回転率これぐらいだなっていうのを把握して、この釘の状態だったらこれぐらいなんだなっていう基準値がだんだんできてくるんで、で、あとはね、この機の場合は釘の刺さってる中側まで見えるんですよ。こうアップで見るとわかるんですけど、釘が要はこう刺さってる状態、この中側まで見えるんですよね。中側っていうのは向きが変わりようがないんですよ。なのでこの折れ曲がり具合で向きはわかりやすいはずです。ただ一つ注意するのは、釘って基本的にはちょっと上向きで刺さってるんですよ。盤面に対して垂直には刺さってないんですよ。これは想像ですけど、釘っていつも当たってると穴が緩んできて抜け落ちちゃうんですよね。で、それになりにくいようになるかな。中の部分と出てる部分がまっすぐ見えたらこれは上向きなんで、水平ってのは出てきたところからちょっと折れ曲がってる感じ、わかりますよね。ちょっと折れてる感じ。道釘が上向きだと下目より回んないはずです。逆にへそ、これは上向きがいいんですよ。基本的には下がってると球の勢いが、上がってると球の勢いがなくなるって考えてください。そうするとへそっていうのはそこで勢いがなくなって入ってほしいところなんで、上向きがいいです。この差はね、回転率には大きく影響します。ちょっとへそ上がってるだけでも2回転とかそれぐらい変わってくるんで、そんなにすぐ上手くなるものではないですかね。間違い探しのような感覚で日々見ておいて、変わった、じゃあ打ってみよう、あ、回転率何回転ぐらい上がったみたいなのを繰り返してだんだん上手くなっていくものなんで、手っ取り早く次上手く入れるようになりますとは言えません、正直。あー、早かった1年も変わんなかったと思うな。今と状況が違いますしね。昔はホールの中半分は跳ね物みたいな嫌いだったんで、当時釘の動きって派手だったんで、サービスしますよっていう台はそれこそ如実に違ってたんで、ちゃんとやればちゃんと勝てるっていうのが結果になりやすかったから、やっていけるなっていう確信に至るのは早かったですね。今は結構大変だと思いますよ。いくらいい台打ったら勝てるって言ったって、中止村っていうかね、荒いんでね、結果に結びつくとは限らないんでね、そこの難しさはあるんじゃないかな。最初の方で結果が良くないとね、なかなか続けていけないっていうのはあると思いますよね。最初パチンコやったのは、まあ、友達に誘われたのかな、まあ、当時は金物が半分ぐらいあって、18にしましょうか。だからビギナーズラックはあったんですよね。でもあれですよ、オカルト的なものじゃないですよ。質のあるビギナーズラックの。それでパチンコに残って、性格的に向いてたのかもしれないですね。素直に捉えるというか、あんまりひねくれたことを考えなかったんで、単にこのたくさんセーフ穴に入ったら勝てるんじゃないのっておぼろげながらそういうのは
あったんですね。環境も良くて、当時羽物っていうのは4000発定量、打ち止め台っていうのは打ち止め札がかかるんで、何時間か打てない状態になるんですけど、それを抽選で打たしてくれるっていう、その打ち止め解放台ってのを狙ってやってたら当てたんですよね。今の時代では考えられないでしょうが、ホールにね、怖そうな人がいたんですよ。で、その人をものすごい釘ガパガパの台打ってたんですよ。毎日ね、かも自分で打ってんじゃなくて、自分はこうなんかのけぞってこんな感じでやってて、隣からその古文みたいな人がこう手をこうやってっていう状況、当時はしょうがなかったのかな。それもたまに解放台として解放されることがあったんですよ。で、そのうちね、あの市長みたいな人がいたんですよね。毎日打ち止めしてんなみたいな人がいて、たまたまこう仲良くなって、釘ってのが大事で、どこの部分を見るんだよみたいなのを教わって、何年かして金物がだんだんなくなってきてね、一発の時代になっているんですけど、何も変わんなかったんで続けていった感じですね。当時は夢のある若者というか、ね、二十歳そこそこの頃はね、バンドをやってたんで、ミュージシャンになりたいななんて思ってましたけど、だんだんパチンコに魅了されたというか、面白いとかではなく、結果が出る、ちゃんとした評価がされるっていうか、まあ音楽とかだって、結局評価するのは他人じゃないですか。自分がいくらね、いいものを作った、もしくは努力してすごいテクニックを身につけた、だって、見る側が、じゃあどんなのが楽器が上手いのかっていうのは、音楽やってる人しかわかんないんですよね。でも評価は大半の素人がするわけで、そう考えたらこの評価に耐えれないというか、まあ、ライターでもそうですよ。要領よくやろうと思えば薄っぺらい取材で書けちゃう。でも見る方がそれをわからない、まあ、極端な話、何十時間も取材打ちしてデータ集めてで発表した記事よりも、ああ京楽の台は40の倍数がいいですねっていう漫画の方が売れちゃうんです。こういうのに耐えれないというか、でもパチンコってちゃんとやればちゃんと身に返ってくるんですよね。そこが最大の魅力というか、のめり込んでいった理由ですよね。やってることの正しさも発信してる。野球とかだったら今やってる取り組みが正しいのかどうかっていうのは分かんないし、結果として出にくいし、あ、またそれだ戻るとね、デジパチになっていって、普通に立てていって、10年ぐらいやってからかな、結婚するっていう話があって、さすがに無職でいうのがあったんで、そこで雑誌に応募して、28ぐらいの時かな、パチマガに属して、そっからは順風満帆でしたかね。2000年かな、大体だって2、3年目ぐらいの時に、パチンコ攻略マガジンがビッグチャンネルっていう、こう CS の番組を立ち上げたんですね。で、その時に出てみたいな話になって、出るようになったんですよね。で、2002年ぐらいかな、単行本を出すっていう話になって、そこで釘に目をつけたんですよ。っていうのは、当時こういう向きがいいですよみたいな雑誌にもね、いろいろたくさん向きが書いてあったりとかね、したんですけど、どうも自分の中で腑に落ちないというか、違うんじゃないのかななんていうのがあったりもしつつ、実機を使って打ち込み実践でデータを取って本当にそうなのか調べて、結果を参考文にしましょう。2、3ヶ月かな、家にずっと引きこもってずっとパチンコ打ってましたよ。でデータ取って、当時はね、やる気のある人間だったんでね、ふと思わないでやってましたけど、すごい勉強になりましたよ。いろいろ言われてきたことが間違いだったっていうのもあったし、この時期が逆に言えばあんまりホールで打てなかった時期ですね。お金的にはしんどかった時期です。パチンコ打てないから収入がない。かといって雑誌の原稿料そんなに増えるほどあるかって言ったらそんなことないんで、だけどこの時期があったからこそ釘についてね、自分のオリジナルとして話せるわけなんで、良かったと思いますよ。そっからはもう釘の番組、メインとした番組やったりとかね、 CS とか雑誌の付録 DVD とかやりつつできましたけど、釘の話ができなく、そういう時代になってきて、だったらしがみつくこともないし、ということでこのパチンコ
生活者に戻ったと、そういう感じですね。結婚、1年で別れまして、バツイチです。まあそれも経験ですから、結局パチンコで勝つって打てる暇がどれぐらいあるか、暇人が勝つゲームなんで、デリヘルでもあんまり行かないですよ。週に1回ぐらい、ほとんどの日は来てる時は選んでるわけです。どの子にしようとね、今日も呼ぼう呼ぼうっていう感じで、それをモチベーションにこれ打ち切ったら呼ぼうって頑張るんですけど、10時までとか打ったら、割ともう疲れちゃうというか、もう帰って寝ようかなっていうなったら、もうそれはそれで呼ばなくて済むし、それが人気ある子とかだったらもう予約で埋まっちゃうとかね、そうなるんで結局呼ばない、まあいわゆるこの自分をこう呼ぶ呼ぶ詐欺にかけるっていうやつですね。それをモチベーションにしてますね。それ意味があってね、毎日そういうサイトを見るのはね、大事というか、簡単な話で予約がちゃんと入ってる子はいいんですよ。そういうのをちゃんと毎日チェックしておけば、まあ失敗はあんまりしないですかね。パチンコ一緒ですよね。毎日打たなくても前代不意チェックしておくってのと同じで、毎日デルヘルのサイトチェックしとけってことですよ。ちょっとね、首が悪いんですよね。いわゆるストレートネックっていうやつ、右手のしびれが来ちゃってて、整体とか行ってやっぱり姿勢に問題があるというふうに言われて、どうしてもこう打ってる時こうなっちゃうんですよね。ちょっと態度悪いけど、これだともう本当骨盤が最悪の形。30年もね、こう右手をこう前に出した形でこうやってると思うんで、まあこれでこう痺れたりするのは右なのかなっていう気もするんで、できるだけこう左でこうやって、こう肩甲骨をこう寄せて、こういう風に打つ。ってやってます。うろ覚えですけど、まあ、2700いくつとかはあったと思いますよ。酔い越しっていうか、またがってね。しょうがないんでね、まあ別に最終的には普通ぐらいに当たるんでね。過程なんでね。やれなやれな、ユニコーン、ユニコーン。新しいガンダムの性能とやらを。終わるときパカパカがあるんで打ってた方がいい。あ、そのまだもういい。この後ですね。終わりです。最後のパカパカもね、だいたい30個取れるんで、投資のリスクがなければ、あの部分ずっと打ちっぱなしにしとけば入るんで、それもまあ長い目で見れば、ちょっとは、足になるんでね。
まあね、切りもいいですし、ホール内で伝えることはやったんでね、あとは座学でね、次について場所を説明したいと思います。では行きましょう。これはね、上に戻ってきちゃう。だからこうしながら、投資6万1000、回収が3万円ですかね、マイナス3万1000という感じですね。普段とはこう違う感じ、移動したりとかやっていきましたけど、最終的に自分の打った台は回転率19だったのかな。だからこれをね、後に生かすというかね、この釘で、あ、19ぐらいなんだな。もちろん投資がね、ユニコーンに関しては4万円弱投資かな。で、考えると半日ぐらいの仕込みですけど、19だったっていうのは、おそらく17以下ってことはない、逆に21以上っていう可能性もないという感じなんで、まあ19付近ぐらい、その目安ができればね、今度行った時にあの台がへそが開きました、あ、今回は20、21それぐらいあるかもなっていう想像ができるという感じで、生かしていくとやっていってください。ではこっからはね、座学というか釘の基本ですよね。どう向いてたらいいのかっていうのを、基本っていうのを知っておいた方がいいと思うんで、最終的にはどっち向いてるのがいいって分かってても、度合いの問題が大きいんで、どんぐらい向いてたらどれぐらい変わるのっていうのが、実践で養っていくしかないんで、ここではどんな感じで、どんな理由で球の動きでどっち向きがいいっていうのをね、知っていただいた方がいいという感じで、このホワイトボードでね、説明していきたいと思います。まずは寄りですかね。はい、こんな感じにね、なってると思います。まずは風車上、ここですね。ここがじゃあどんな球の動きをしているかっていうと、イメージ的にはスーッとこう落ちて、でこの風車のとこで振り分けられる、そんなイメージだと思うんですけど、実は落ちてくるときにスローで見ると、球ってこっちに当たって、こっちに当たって、こっちに当たって、ジグザグになってくるんですよ。最終的に当たった逆の方に向かうんですよ。ですからどっちにも偏りがない場合は、まあ半々になりますよね。たまたまこっち側に当たった場合にこぼれていくということになりますが、じゃあここに釘が1本あったらどうですか。これ当たってこっち行きますよね。っていうことで、こういう形になっているのがベストになります。この向きがこっちに向いてるとか、こっちに向いてるとか、そういうプラスもありますけど、一番効果が高いのはこの状態、つまりこの釘がこう下に引っ張ってあれば、こういう状態になるんで、最終的に当たってへその方に向かいやすいという形になります。逆にね、例えばまあこれは逆パターンですけど、こうジグザグ行ったのに、本当は行くのに、この釘がここに調整されてると、こうアウトになっていく。だから逆がマイナス状態ということになります。当たって出ていくっていうのは、ワープの入り口とかにも同じことが言えるんですよね。ワープの入り口、こんな感じになってると思います。でもこう、同じことで、こう当たって、入らないはずだったものが、この釘が下向いてれば、当たって入っていく。当たって、方向が変わるっていう基本を押さえておけば、まあどこにもこう通用するという動いてほしいかと思います。で、次に道釘ですね。まあこれがへそですね。で、球はこう向かっていくんですけど、例えば全体的に上向いちゃってるとってなると、球はこのようにコロ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 で低くバウンドしちゃうんで出ていっちゃう。逆に
下がっていると跳ね上がるんで、このこぼしを回避していくと。一般的にね、この道区切っていい悪いっていうのを見るときに、この隙間をね、こぼれるところの隙間気にしてしまうかと思います。これがものすごいもう開いちゃってマイナスなように見えますけど、でも高くバウンドすればこのような感じでこの隙間自体絡むことがないんですよ。なのでこの道くぎというのはここの隙間の状態よりも上下の向き、これを見るようにしてください。たまにあるのが焼くものがね、ここまでこうせり出してる状態のこういうゲージの機種ってあるんですけど、これは結構ゲージ的に厳しくなります。っていうのはここに当たって出ていっちゃうから、上にこういう当たるところがある機種の場合は道からこぼれやすいな、そういう機種の場合は先ほど言ったここのマイナスっていうのは回転率ダウンにつながるかなっていう、これ以外の場合はあまり隙間は気にすることありません。道釘をね、語る上でもう一個あるのが、へそを入るところ、上から見たところですね。へそに限らず玉が入る部分っていうのは基本的にこの根元よりも手前の方広く調整してあるはずです。なぜならば、根元の部分っていうのはゲージ的には一番小さい隙間のサイズ 11.00 以上 11.25 以下、こういうサイズになってるはずなんで、これを逆ハの字にしてしまうと球が引っかかっちゃうんでね、そうなんないように基本的にはハの字にしてます。先ほど言った道釘、これが上向きだと盤面の方を球が通ります。逆に道釘が下がっていると手前の方を通ります。どっちが広いですかっていうところなんですよね。でこの違いは大きな違いになるので、打ってる最中は人に絡むところの球が手前を通っているのか、それとも奥通っている球が多いのか、実戦中はこれを意識して打った方がいいと思います。次に、へそいきますかね。ではね、これへそのところ、ここで問題です。1から4番どれが一番いい調整だと思いますか。1番は両方下げ、2番は両方上げ、3番は左下げ右が上げ、4番は左が上げ右が下。1番、道くぎのところをやってその次の順番だったんで、そういうになっちゃったのかもしれないですけど、結論的に言えば両方下げが一番回転率ダウンになります。ごめんなさい。なんでかっていうと、下がってるとここでも跳ねちゃうんですよ。しっかり受け止めきれない。で逆に両方上がってると受け止めきれるんですよね。入ってほしいところで球の勢いが止まるっていう意味で、球ってこうスポッてすぐこう入ってるイメージあると思いますけど、実はね結構ねスローで見ると何回もねこのガチャ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 ってこうバウンドしてから入るんですよね。なのでここでしっかり球の勢いが止まんないと、バウンドしてる最中でポーンっていっちゃうのが下げですね。なので両方上げがいいと。20年ぐらい前までは雑誌で一番良い調整というふうに矢印がついてたのがこの3番です。イメージ的にこう来たのをこう受け止めてこう入るイメージ、これが一番いいとされてたんですけど、実はそんなによろしくない。結果的には2番目にいい感じとなります。で3番目がこの逆パターンですね。入んないイメージありますけど意外と大丈夫です。それぐらい1本でも球の勢いを受け止める部分があった方がここには入るということだと思います。この順番覚えておいてほしいかと思いますけども、いずれにしてもねこれ度合いの問題なんでね、どれぐらいどうなってるかっていうのを探るのが実践ということで覚えておいてください。はい、ではねこの道釘とへその
間、ここに大概この1本あるんですね。いわゆるジャンプ区切っていう風に言われてるんですよ。わざわざね、この1本に名前がついてるということで、すごく重要な区切りかというイメージがありますけど、実はこの区切って上げても下げてもほぼ回転率に影響しません。実験では。なぜかというと、これね、上がると、これ距離は縮まるんですよね。要は、へそとの。斜めのこの線よりも、ここの方が近い位置に来るじゃないですか。ただ、ここで上がっちゃうのは、やっぱり、ここで球の勢い止まっちゃうっていう悪い面あるんですよ。今度は逆に下がってると、今度はもう逆ですね。球の勢いはありますけど、これ距離が広がっちゃう。っていうプラスマイナスが両方働いてだと思うんですけど、ものすごい極端な調整をしない限りはほぼ影響しないと。僕もね、デジパチやり始めの頃はめちゃめちゃここ見てました。上げがいいっていう教わってたんで、これ上がってるのをめちゃめちゃ探してました。でもこれは間違いだ。ホール実践だけではわからない部分、実験をねやっていくと分かってくる部分ということになります。こんなもんかな。今日やった海みたいな感じの機種です。機種によってそれは変わってくるんですけどね。分かるかな。これへそね。でステージを上から見たとこの穴に入って、中通ってこの下のへそに入って、奥に行くのがいいんで、球が往復ゆらゆらする中でだんだん勢いが緩くなってるんですね。で緩くなってきた時に奥に行く挙動を示す、こういうのがいい台挙動ですね。大概の場合ね、溝がねこう切ってあるんですけど、奥がこう広く切ってあるんですよね。勢い収まってきた時に手前側行っちゃうと、もうなかなかここですくってこうね奥には行きにくいんで、でもこれは結果的にこれステージからめちゃくちゃ入るなって思ったら、どういう球の動きしてるかっていうのを見れば覚えられると思うんで、そこはもう観察していってください。悪い動きは先ほど言った逆で、往復している間にまあ勢い弱まってきた時にもうこの辺でヘローンと落ちちゃうとか、これよく見る動きだと思いますけど、それか、これ復帰しても、もうこの辺でやっぱり、手前側に、失速した時に手前側に来てしまうっていうのが、まあ典型的な悪い感じですね。あ、ストローク。ストロークについては、実戦でこう打ち比べて強め弱めどっちがいいかなっていうのをなかなか判断できないんで、でしかもそんなに変わんないと思います、正直言ってね。ただ明らかに強めと弱めで打った時に球の行くルート、これが全く違うということになったらいい方のを選ぶと。あと重要なのは、弱く強くとか打ってもその影響を及ぼすのは大概盤面半分上ぐらいだと思います。もうその先はどんな釘に当たって落ちてくるんで、勢い的には変わらないかなっていう感じなんで、意識してどれがいいかなって考えながら打つのはいいですけど、違いにこれがいいですってのはお勧めできるのがないっていうのが現状ですね。ずっとパチンコに本当に勝ちたいと思ったらお勧めはしないですけど、仕事辞めてパチンコ打つことですよね。今はね、仕事終わり何時間で勝っていこうなんて無理ですよ、そんなの。たくさん打てる人じゃないと。じゃあ、それはできるでしょう。それこそ、保留玉3個止め、これだけやってるだけでも、かなりチャラに近い台になります。今はやっぱり、新台の頃は、厳しめになってると思います。この機種、長く設置できそうかなってところで、初めて営業努力で釘開ける。でしょうね。本当は最初に営業努力したらいいんじゃないのって思いますけど、まあこれは素人考えなんでね。まあ今ホールはそういう感じでやってますよ。パチンコ。まあいい距離感で付き合えてるものですかね。
うん、なんかこう大事すぎずっていう距離感を保ててる。大事すぎるものってやっぱりちょっと騙されやすいというか、僕なんかもうめちゃくちゃこうなんだろう、いろんなものを信じないというか、見た現実でしか信じない。だから幽霊もいないし、まあ神様も、まあ不謹慎なら言わないですけど。まあそういう感じになるんですよ。だけど、そうは言っても、猫を2匹飼ってたんですけど、だから亡くなって、やっぱちゃんとお墓作って、供養してっていうのは、やっぱりやるんですよ。それはやっぱり大切なものだ。そういう自分の考え、度外視してやれることすべてやる。だから、パチンコがものすごく大切すぎる人って、おそらくオカルトマンが信じちゃったりとか、そういう方向に行きがちな感じがするんですよね。だから、ある程度その機械的に考えられるから、僕にとってはベストな距離で付き合えてるのがパチンコ。もう、釘がなくならない限りはなりますね。釘がなくなったら逆に無理だと思うんで、釘調整があるうちはやっていけると思います。業界の今後とかね、僕は打ち手側なんで、みんな努力してると思うんですよね。メーカーの人もね、頑張ってるとは思うんですけど、もしかしたらですけど、やる気のある若い人は頑張るんだけど、それを突っぱねる上がいるんじゃないかなっていう気がするんですよね。大枠なんて上にこう大きいのつけりゃいいんだよ、みんなそうやってんじゃんっていう感じで進んでんじゃないのかなっていう疑いはありますよね。みんなと同じしてあるじゃないですか、トップの人たちって。歌だったらね、みんな男の歌い手さん真ん中分けにして踊って、頭みたいな感じ、中性的な感じの歌い方、声ひっくり返して必ずファルセットに入れる決まり事のように、それって多分上からの指示なのんじゃないかなっていう、そういう感じしますよね。わかんないっす。本音です。こうなるんじゃないかみたいな。言いたいっすけど、わかんないっす。こっちは合わせていく方なんで、となったものに合わせてやっていくしかないですよね。もちろんね、これから釘の話ができるよなんて次第になったら、もうちょっとライター業を頑張っていきたいななんて思ってますけど。はい。まあ、無理でしょう。はい。ありがとうございました。お疲れ様です。いや、もうなんか、1年分ぐらい喋った感じ。普段全然喋んないから、生活してるともう本当、1週間、2週間、全く声が出さないっていうことありますからね。結構ね、喉、来てますよ。あ、ありがとうございます。お菓子たくさん、こういうの。クッキーで、ありがとうございます。釘をちょっとだけ、ね、入れるようになれば絶対つながっていくと思う。頑張ってください。では失礼します。